日本ハム、新庄監督が行政動かす、室伏広治スポーツ庁長官の臨時コーチが正式決定。日本ハムとスポーツ庁は22日、室伏広治スポーツ庁長官が24日に名護キャンプを訪れ日本ハムの臨時コーチを務めると正式発表した。室伏スポーツ庁長官の沖縄出張は2泊3日の公務で、令和3年度地域運動部活動推進事業の拠点校視察などの後間に日本ハムキャンプを訪れ選手らに技術指導及びスポーツ庁施策に関する講義を行うもの。新庄監督の思いつきから始まった臨時コーチ企画はついに行政をも動かしたことになる。